バイトの先輩の家に泊まった時のこと。私は飲食店でアルバイトをしていて、そこまで電車で通っていて、いつも帰りは終電近くになってしまっていました。ある平日の夜にお客さんが何組も入ってきて、急に忙しくなってしまい、バタバタしているうちに、いつの間にか終電に間に合わない時間になってしまい、タクシーで帰ると高いし、漫画喫茶に泊まるかなとか思っていると、仲のいい先輩が、俺ももう上がりだし、うちに泊まればと言ってくれる。私は本当に助かったと思い、先輩の家に泊めさせてもらうことにしました。先輩の家に向かう途中、コンビニで食べ物を買っていると、先輩がなぜか弁当を2つ買っているので、私はそんなに食べるんですかと聞くと、先輩が同居人がいるんだよと言う。私はじゃあ俺迷惑じゃないですかと聞くと、ああ大丈夫、夜中に帰ってきて朝早くに出かけちゃうからという。忙しい人なのかなと思い、挨拶くらいしないとなとか思い、ただ私は人見知りなので少し嫌だなとか考えながら買い物を終え、そのまま先輩の家に行きました。先輩の家は普通のどこにでもあるような2階建てのアパートで、部屋は1階の角部屋。部屋に入ると案外片付いていて、先輩って綺麗好きだったんだなぁとか思っていると、先輩がシャワー浴びてくると言い、シャワーを浴びに行く。私はスマホをいじりながら部屋を眺めていると、座椅子が一つ、ベッドも一つ、枕も一つというように、いろんなものが一つで、同居人の分がなぜかない。なんでかなと思っていると、先輩がシャワーから出てきて、シャワー浴びればというのでシャワーを浴びるのですが、洗面台には歯ブラシが一つだけ。本当に同居人なんているのかなと思ったのですが、あまり深く考えないでいようと思い、買ってきた弁当を食べながら少し話して寝ることにしました。私は床にタオルを敷き、クッションを枕代わりにして寝ました。眠ってから少しした時、どこかでボソボソと話す声が聞こえてきたので目が覚めました。何かなぁと思って声を聞いていると、先輩と女性が小声で話しているのが聞こえる。何を話しているのかは聞こえないのですが、時々笑い声も聞こえる。私は同居人が帰ってきたんだと思い、目を開け、照明は豆電球だけついていたので、部屋の様子が見えるので見てみると、先輩はなぜか壁に向かって正座して話している。そして話し相手の女性の姿はどこにもない。けど女性の声は聞こえている。あれ？どこにいるのかな？と思い、横になったまま部屋の中を見るのですが、どこにも女性の姿はない。これは一体何だろうと思い、怖かったのですが、先輩と女性がクスクス笑っているとき、思い切って起き上がると、今までしていた声がピタリと止まり、先輩がこちらを向き、どうした？と聞いてくる。私はトイレに行こうと思って、あれ？同居人の人ってまだ帰ってきてないんですか？と聞くと、先輩は、ああ、今出かけたところだよ。という。私は、そうですか。と言い、トイレに行き、用を足しながら、
起き上がる瞬間まで声はしていたし、玄関のドアを開ける音も聞こえなかったし、早くこの家から出たいなと思い、時計を見るともう始発が動いている時間だったので、先輩にお礼を言い、そのまま帰ることにしました。一体先輩は何と同居しているのでしょう。